岐阜県郡上市に水源を持つ長良川。日本三大清流の一つとして知られ、名水百選にも指定されている。6月上旬のこの日、2人の鮎釣りのエキスパートがこの川にやってきた。先に竿を出したのは長良川をホームグラウンドとする小沢剛。おとりの魚に一定のテンションをかける引きずりインライン調法を持ち味に、数多くの大会を制してきたトップトーナメンターだ。さあ、まずはもうチャラチャラから。郡上の鮎釣りの解禁は6月4日。解禁直後の鮎を狙う。イメージとしては引きずり的なところはやっぱりこう下流に入れて上流へ引き上げるっていうイメージなんですけど、多分それだけに強く引き上げるっていうよりかは、引きながらも若干おとりに対しての負担を考えて、少しフリーな状況、いわゆるおとりが自由さが持てる状況、やっぱ弱ったおとりでは釣れないんで、そこを多分微調整しながらノワイトの、反応を見ながら、また徐々にポイントを変えていくっていう感じですね。ちょっとおとり一回変えてみるわ。うん、一回おとり変えて、じゃあ天然になったらどうなるか。どうなるか。天然のおとりに変えるとすぐに。おお、今変わった。ちょ、変わった。すごいやん。やっぱりやめました。これアユかや。やめました、変わった。でか、でかくない？でかい、でかい。でかい、でかい、でかい。おお、でかい、でかい、でかい。やったそうだった。島君が天然に変えたらこんなにいいやつがおるやん。10センチあるね。もうこれこそ郡上アユ的なところで。長良川の中でも水源に近い郡上で育つアユは郡上アユと呼ばれ、人気が高い。じゃあ僕もそれでちょっとテンション上がったんでちょっと行ってきます。分かった。で、俺もこの辺からできるようにまたやっていくわ。はい、はい。アユの友釣りは循環の釣りと呼ばれ、釣り上げたノアユを新たなおとりにしながら次を狙う。僕の目から見て上が、まあ、もうちょっと水深があったらいいんだけど、あれはこういう方もあの鮎のこう休憩場所なので、ストック場なので、ストック場につながっている一番最初の生なので、やっぱりこう入る可能性が高いので、ここで釣れんかったらっていう感じ。ちょっと時間をかけて見ている。ストック場とは流れが緩く野鮎が集まりやすい場所。小沢はストック場の下流にある瀬にも活性の高い鮎がいると読み、狙いを定めた。で、ここもね、ここもかからない感じのポイントなので、もう一回 やり直してみる。おお、っしゃ、来た。やった。ちょっと小さそうだけど、やっぱりいるんだな。あ、でもそんなことない。よっしゃ、やったぜ。楽しい。生息ポイントを見極めた小沢、連続でヒット。まあ、その川の状況にもよるし、あの魚の出来上がり、仕上がり方にももちろんよるんだけど、やっぱり初期はあのストック上の有無っていうのがすごい大事になってくるので、まあ、シーズン通して大事なんだけど、やっぱり初期は特に大事なので、水温が上がってないし、まあ、放流してから、ま、あのそんなに間もなかったりするから、やっぱりこうストック上の近くに陣取りのポイントを探すっていうのは基本なのかなと思いますね。やや上流のストック上で竿を構えるのは島慶吾。こちらも数々の大会で好成績を収めてきたソリッド調法のエキスパート。しなやかなソリッド穂先を繊細に操りながらおとりを泳がせ、のアユを狙う。ちょっとやっぱ昨日は比重が軽い糸だったんで、ちょっと今日はちょっと比重が重たい糸で、やっぱね、釣れるサイズ最初はいいんですよね。養殖とかでちょっと大きめのおとりなんで、また釣れるサイズが小さくなるとどうしてもね、糸に受ける抵抗が大きくなるんで、こう川底に安定しなくなっちゃうんですね。いくら竿を寝かしても多分
川底に安定しづらくなるんで、今日はちょっと比重が重たい複合メタルでやってみます。うわ、今なんか感じたな。今ちょっと手元までに伝わった感じがあったんですけど、針に乗らなかったな。島のおとりにも反応あり、しばらく粘ってみる。よっしゃ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 、来たぜよ。微妙なラインだな。いいやつやん。あはっはっは、毎回これかい。ちょっとかかりどころが悪いとこうなるんですよね。せっかくの当たりだったが、残念ながらバラシ。さっきいいのだった？大きかった？大きかったけどバレちゃったもんで。バレちゃったけど、うん、やっぱ下はよいしょよいしょであれですか？よいしょよいしょポポって釣れたけど、やっぱりもう一回抜いたら何にもない。まあ水深と場所がやっぱり小さいなだけにはやっぱりあれですね。そうやね、うん、いいやってくださいよ、うん、ちょっと裏やるかちょっと上やるかちょっと見てくる。はい、うん、小沢が上へ移動。おると思うよ、ここにもいい魚。ちょっと少し強引気味に引き上げてやって。おー来た、見た見たら今吹っ飛びました。やった吹っ飛んだぞ。やった、狙い通り。これ多分でかいよ今のは。見えたな、多分バレんなよ。おお大きい。よっしゃ、背上がりバッチシや。ほらでけえよ、いい当たりした、最高だ。今あの向こうの一番深いところにこう鳥がシューって入っていったらドーンでしたね。やった。さらに続けて。お、来たんじゃないこれ。違うかな、来たね、違うかな、来たよね。あ、やった、それ見た。よしよし、よっしゃ、やったで、これもでかい、でかいよ。一方、島は思わぬ苦戦。そこでめちゃくちゃ糸に当たるんですけどね。多分魚はいるんですけど針に当たらない。ちょっと針大きめにするか。ワンサイズ大きな針に変えてみる。おっしゃよっしゃ、お、やったー、さすがや。よいしょ、うん、おー、さすがや。仕上がりバッチリじゃなかった今。島も一匹釣り上げたところで一旦終了。で、まあ、ここはやっぱりストックからいい、多分このカセのいい魚が多分 浅いところに降りてきて。浅いところだけは、で、まあ、ストックにつながった浅いところなので、やっぱりこうかかったやつは身は大きかったし、いい感じなのかな。もうひたすら泳がせとったんですけど、こう群れにはつくんですけど、うん、まあよう動くなと思いつつ、やっぱ針に乗らないのとちょっとニアミスがあるとやっぱり泳がせは難しい。確かにな、もうほんと郡上はもう難しい、うん、ちょっと虎杖川、そうだね、はい、楽しさ、ちょっと久しぶりだね。あの、ちょっと水が癒されたいわ。ちょっとやっぱ解禁初期、まあこう6月だと水が冷たいんで、うん、ぜひ釣ってもらいたいんですけど、うん、まあ、その辺はちょっと行ってみないとわからないんで。わかりました、はい、ただあの水とあの石のもう本当に癒されるので、はい、もう早速久しぶりに行ってみたいね。じゃあこれから行ってみましょう。わかりました、はい、島の提案で板取川へと移動。解禁直後、心が弾む初夏の鮎釣り。二人の一日はまだまだ終わらない。ようこそ大人釣りクラブへ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、しまのの提供でお送りいたします。二人がやってきたのは鮎釣り解禁直後の虎杖川。岐阜と福井の県境を流れ、長良川に合流する一級河川。
水質がいいことで知られる板取川は、島が小学生の頃からずっと通い続けているホームの川だ。小田さん、板取上流へ移動してきました。いいね、やっぱり癒されるね、水が綺麗だわ。そうですね、もうちょっと天気が良ければね、水温も上がるんですけど、ちょっとやっぱ水が冷たいんで、ちょっとやっぱ活性の感じもちょっとやっぱわからないですけど、ちょっとやってみましょうか。はい、まずは通い慣れた島から釣り開始。水の流れが速くないフラットなポイントを攻める。やっぱりね、こう板取川は水温が本当に冷たいんですよ。まあね、郡上の長良川と、まあ、今板取川上流のやっぱ水温って、やっぱこう温度計で測るとだいぶ 3,4 度ぐらいひょっとしたら違いがある。昼ぐらいから徐々にやっぱね、水温が上がったと同時に追いが良くなってくるってこともあるんで、まあ、同じ場所で釣りをするにしても時間帯でもう一度チャレンジしてもらうっていうのも板取川を攻略する釣り方かなというふうには思いますね。浅いし、やっぱり水が全然きれいなので、アプローチも多少大事になってくるのかなと思う。ガチャガチャ動くとやっぱり魚も少し警戒するかなと思うので、ちょっと静かにゆっくり釣るのがいいんじゃないかなと思いますね。市場島君の釣りの特徴っていうのは、やっぱり竿でソリッド穂先っていう、ソリッドが入ってる。ソリッドっていうのは結構しなやか、かなりこうふにゃふにゃ曲がるやつ。このソリッドのこうな反発っていうのかな、こうしなやかさを使って泳がしたり、少し軽くこう引いたりするのが特徴なので、ソリッドを使って引く釣りも混ぜるし、こう泳がせも入れるしみたいな、こう中間みたいなスタイルだと僕にはそんな感じで思ってます。ソリッドってこう一般的に穂先がすごい柔らかいので、おとりが弱りにくいって言われるんですけど、島君の場合はもちろんそのメリットもあるけど、おとりを積極的にこうソリッド穂先を使って泳がせるために使ってるので、攻撃的なソリッド使いなので、それはすごい特徴的なのかなと思いますね。しなやかなソリッド穂先の反発を利用し、おとりを積極的に泳がせる島。おっしゃ、来た、おっしゃ、来た、いいやつじゃないこれ。よう引くし。背がかりだし。ほら。よっしゃ。こんな感じです。背がかりでいい感じでしたね。島、ソリッド穂先を操る絶妙の技で、開始早々一匹目を釣り上げた。水の透明度とやっぱり石の色も違うんで、ちょっとやっぱ鮎って保護色で、多分郡上の鮎と比べるとちょっとグリーン色って言ったらいいんですけど、まあ色が多分違う感じにはなってると思いますね。一方、小沢は少し上の流れが速いポイントを攻めるようだ。島はこう釣れたっぽいよね、多分ね。こう川によって石についている苔を鮎は食べるんですけど、石を食べるとその石の地色が出てくるんですね。で、板取川っていうのは濃いオレンジとか濃いめの黄色みたいな石が突き詰まったとこがはみ跡で、そこを見極めるのが河川が変わった時に一番大事なことなのかなと思います。濃いオレンジ色や黄色の石がある場所は、石に生えた苔を鮎が噛んだ証拠。石の色を見極めながら流れの強いポイントを重点的に攻める。おお、違うか、かかっとって、かかっとる、え、あ、外れた、なんだよ、かかっとったね、一応小さかったのかな、酒針切れてなかった、なんてことは。でもかかるね、かかるね、バレたちょっとはかかる、ちょっとは。しばらく同じポイントで粘るも、なかなか当たりが来ない。いや、でもここかからんか、すごい釣れそうだけど、ガチャガチャしたポイントかからんすね。小沢、
少しずつ移動しながら波立ちのいいポイントを攻める。でっかいの来てくれ。おお、違うか。来たら突然来たよ。よし、大きいといいけどな、バレんなよ。お、大きいじゃん。よっしゃ、やっぱりおった。やった、でっかい、いい鮎だ。これ大きいよ。イタドリっぽい、すごい綺麗な鮎。嬉しい。一方の島は流れが緩やかなポイントを丁寧に攻める。この辺もちょっと水深があって、なんか魚がいそうな感じですけど、本当今綺麗に多分こう突いて上がっていく感じで、ちょっとここに違和感があると今障害物があるんでしょうね。小さいか、またここはちょっと、ここの辺は群れっぽい、サイズが小さいか。よいしょ、やっぱりまだまだ解禁当初で小さいサイズの群れも多いんですね。アユの群れはいるものの、サイズは大きくないようだ。ここで一旦休憩。エキスパート2人だけに会話はやはり。こんだけ毎日のように魚釣りしてもまだ釣りたいと思う。はい。格はやっぱり生きたおとりを操るっていうことに尽きるかなと思う。なるほど。そのこう入れて、その釣った鮎をひゅーってやって、またバーンかかってっていう、その繰り返しで、またそれが弱っていくけど、また釣れればまた100に戻るって、その繰り返しがやめられん理由かなとは思ってる。まあね、やっぱ鮎釣りのまあ基本的な部分から言えば、まあね、小沢さん言うようにやっぱり生きたおとりをこう操らなきゃいけない。かといってじゃあすごい上手い人が操っても釣れないこともある。あるあるある。やっぱりこう本当始めた人が何も考えずに無心の状況でおとりを泳がせることによって釣れることもある、うん、その条件にうまく合わせれたら、うん、やっぱり釣れるっていう部分を考えると、今ね小田さんようにそのゲーム性というかいろんな駆け引きがあってまあ そうだね、そこにやっぱ釣果がつながってくると、うん、まあ釣りってやっぱ釣れることがやっぱ面白くって、うん、まあ他の釣りも一緒だ、まあ、一緒だけど目と手に両送るやん。目で目印が吹っ飛んで、はい、手にもガーンってくるじゃん、うん、もうたまらんやんね。やっぱ他のね釣りと比べると、やっぱりアユザオなんか特にね感度もいろいろな部分ね、うん、良い感じで伝わってきますし、やっぱね当たり的な部分も他の、うん、ね魚と比べると違った当たりで来るんで、うん、そうそこがやっぱりあるかなと思いますね。映像で見ると目印が飛ぶだけだけど、はい、手にもあれバーンって来とるから、もうドキッと、ま、何匹釣ってもドキッとするもんね。あれをちょっとこう味わってほしいなとはすごく思う。鮎釣りは毎日やっても飽きのこない大人の遊び。休憩の後少しポイントを変えるようだ。島の経験上こちらの方が鮎の数は多いという。さあまたポイント移動してきて、してきました。すごいいいポイントですね。水深があって網跡も、さっきのとこもね網跡は結構それなりあったけど、こっちの方がまださらにピカピカだね。この付近の河原の石には網跡も確認できる。これは期待が持てそうだ。おっしゃ、来た。すがや、よっしゃ。おお、結構でかそうだね。岐阜県の清流イタドリ川で解禁直後のアユを釣る。おっしゃ、来た。よっしゃ、すがや。おお、結構でかそうだね。よいしょ、金魚やがりや。移動してすぐに島が一匹目をキャッチ。手がかりです。小沢も島の近くで竿を構える。いい流れの中入っとるよ。お、怪しかったけどどうだろうか。なんか
違うかな。もうちょっと会ってくれるとな。おっしゃ、いいの来た。やったー。だよ、おう。そうだよ、オッケー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 。ほら、でかい。いい当たりだったし。あれ見て、でかい丸々だよ。いい網だ。かかったのか、ちゃうのか、どっちだ。これは、この重さは。かかってるや。ポイントを移動してから絶好調の2人。今度の鮎も大きそうだ。よいしょ。これもマッキッキーじゃない。いい背がかり。ほらほらほら。美しい鮎を立て続けに釣り上げた。流れの強いところってそのね、縄張り意識の強い鮎がつくんで、釣れちゃうのも早いっていうのもやっぱあるんですけど、ね、やっぱ鮎釣りってこう流れのある程度あるところでかかる醍醐味って多分一番当たりと引きが感じれるところかなと思うんで。おお。ちょっとサイズが細かいですか。でもいい感じ、早かったですね。これも水温が上がってきてからか。うわ、流れが速いところでかかり強い当たりを感じられたが、残念ながらバレてしまった。気を取り直し、再び流れが速いポイントを攻める。いるな、いる。うわっとかかりません。うわっとかかりません。うわっしゃ、かかった。よっしゃ。お、やる。もう今もう前当たりがすごかった分針に乗らなかった感じだけでしたね。よいしょ。おー、さすがや。型もよく綺麗な鮎に出会えた。一方小沢は、向こうの緩いところがちょっと水深があって縁とは違うけど、あ、これ休憩できるからちょっとストック状になってるから、すごいいいポイントだと思いますよ。おー、来たー。いい当たりだった。やった。大きいじゃん。大きいよ。おー、大きい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 わ。おっしゃ、危ない。でっけえ。これ見て、これ、この太いの、これ丸々太っていい鮎だね。たまらんですね。型のいい鮎にも出会え、解禁直後の板取川を存分に楽しんだ。すごい入れかかりってことはなかったですけど。まあそうだね。でもでかくて面白くなかった、まあ、でも気持ちいい当たりはしました。うん、はい、目印も打ってもし、でかかったでさ、うん、めっちゃ面白かったわ。気持ちいい当たりと気持ちいい黄色いやつが釣れたんで、あ、面白かった。最高だった。俺でかかったもん。はい。最後は川のほとりにあるお店で、特別に釣りたての鮎を塩焼きにしていただいた。まあでもやっぱりね、こう塩焼きで食べるのが一番美味しいと思うので、ね、じゃあいただこうかな、はい、たくさん釣ってもらったんで。でいただきます。うん、うまい。うまいですか、うん、やっぱね、こうシーズン初めでね、やっぱり身も柔らかくってあれかなと思うんですけどね、うん、うまいよ。脂も乗っとるわ、うん、いただきます。うん、やっぱり
独特ですもんね、あゆって、うん、各河川で結構違うから ね味が違う分、うん、違うやっぱりね、ブランドあゆ的なところで郡上は郡上でね、やっぱり味があると思いますし、板取、うんうん、は板取上流でね、やっぱり味があるんで、うんね、その味を、味わってもらえるといいのかなというふうに思いますね、うん、そうだね、まあね、シーズンも始まったばっかりですけど本当に、はい、また、いい状況の時に一緒させてもらったら、うん、また一緒にやりたいね、はい、楽しかった思いますんで、うん、ね、はい、本当に今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回使用したタックルはこちら。視覚でも手元の感触でもエキサイティングな当たりが味わえるアユの友釣り、皆さんも始めてみてはいかがでしょうか。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シマノの提供でお送りいたしました。